開脚のポーズ。両足を伸ばして座ります。片足ずつ足を左右に開きます。腰が丸まってしまう場合は足幅を狭くしていきましょう。余裕のある方は両手を骨盤の後ろに置き、腰をしっかり伸ばします。息を吸って背筋を伸ばし、息を吐きながら両手を前に歩かせていきます。無理やり体を前に倒さないように気をつけましょう。余裕のある方は肘を曲げて床につきます。さらに余裕があれば両手を足先の方へ持っていき、つま先をつかみましょう。尾骨から頭頂部までをまっすぐするよう意識し、胸を開いていきます。ご自分の気持ちいいと感じるところで自然な呼吸を繰り返します。股関節や内ももを伸ばし柔軟にしていくポーズです。何呼吸か終えたらゆっくりと上体を起こし、両足を解放しリラックスします。